久保さん、新商品の準備完了です。今日の18時からね、2日限定で新商品。多分、これ出してないですね、はい。出すわけなんですけど。まあ、今回その、なんだろうな。あのー、まあ、あモチベーションすかねまあ、ああのー、なんか稼ぎたいけどモチベーションが上がらないからできないっていうのは、僕は毎月新商品、商品、 新商品を出す時もあるし、新商品じゃなくて商品を売る時もあるし、まあ、とりあえず毎月商品バンバン売ってるわけなんですけど、これ単純に、お金稼ぐために当たり前のことやってるんですよね。うん。なんか、あのー、別にすごいことではなく当たり前なんですよね。単純にお金稼ぎたいんだったら、まあ、インターネットでお金稼ぎたいんだったら、広告ビジネスか通販ビジネスしかないですから、で僕は、 広告ビジネスもやってますけど、ビビタル、えー、お小遣い程度、お小遣いにもなんねえか。うーん。で、メインは通販ですから、ただそれをやってるわけですね。だからまあ、YouTuber ではないですから、僕は。うん。あの、YouTuber っていう僕の定義は、YouTube の広告収入で飯を食っている。僕は食えてないので、あの、YouTube を活用して、えー、集客をして商品を売る。 うんだからまあどんな手段方法でもいいと思うんですけどもしネットビジネスで稼ぎたいんだったら2つしかないです大きく分けてねうんまあ転売とかもありますけれどもまあそのアフリエイト広告かもう本当に通販しかまあ通販もうーアフリエイトになるっちゃなるかならないかまあ物販のアフリエイトとかもありますからねうん だど、どっちかやるしかないじゃないですか。うん、で、僕は、あの、広告ビジネスに関しては確かに、うまみはあります。サポートも必要ない。商品作らなくていい。ただ、アフリートリンクをクリックしてもらって買ってもらう。もしくは、広告をクリックしてもらう。まあ、YouTube だったら広告を見てもらう。ただ、それだけなんで、まあ,あ、ある程度のアクセストラフィック集めれば、まあ、あ稼げるよっていう。ただ、まあ、数集めはね、僕は、 難しいと思ってるので、別に目指すことは悪い、えー、いいことだと思いますけど、今からヒカキンを目指すのは僕は無謀だと思うんですよね。久保さん、今からヒカキンを超えられる人っています結構、日本全国探しても難しいですよね。まあ何人かはいますけども、でもその数名じゃないですか。ただし、日本全国、つつうらうら、一再生だったら誰でもいけるんじゃないかなと。 久保さんどうですかね ?1 再生だったらいけません多分。頑張れば。<laughs> 1再生はいけるでしょう。つまり1人の集客はできるってことですよね。で、その1人の集客して1人に売れば売り上げじゃないですか。でも広告ビジネスだと、1再生で YouTube の広告収入、稼げないですね。<laughs> どうですかね、久保さん。 ま久保さんも昔ね、一緒にセミナーした時に僕の再生数、あの、売り上げからかん、なんだっけな、イリュージョン1でしたっけね。イリュージョン2だったかな。なんかでね、あの、僕の1再生は大体1万円ぐらいですよ、みたいなね、その通販の売り上げから、その、割ってね、言ってましたけど、1再生、あの、なんだ、1つの動画で1万稼ぐって、まあまあ難しいですよ。広告収入だったら。 でも通販だったらできるんですよ。で、まあ、久保さんもそうですけど、僕は1再生、1、1動画じゃなくて1再生で、なんだ、何百万ってあるわけですよ。じゃあ1再生で何百万って何かっていうと、単純に1人の人にピンポイントで動画を送ってセールする。そして単価が何十万、何百万っていうものですよね。1再生でいいですよ。<laughs> 100万稼ぐのにね。 で、大事なことは、まあ今回新商品っていうテーマですけども、商品を作って売れるかって話ですよね。それがあれば売れるわけですよ。うん、まず商品がないのに売れないですよね。何売るのって空空気売るに。空気売るのは難しいですけど、まあ、空気も売れるか。うん。あの、富士山で空気売ってますからね。<laughs> 富士山で <laughs>。そう、富士山で空気売ってんすよ。<laughs> そう。あのち、中学校か高校だったかな。 あの富士山に何回か登ったんですけど、一回僕はあの、あの、なんかゲロ吐いたんですよね。なんかその、気圧が一気に上がって、その、なんか、なんとか病ってあるんですよね。多分そ,それにはなってないかもしれないですけど、もう気持ち悪くて、ゲロ吐いて、もうだめだったんですよ。で、まあ、酸素買ったんですけど、<laughs> でもすげえ楽になりました。超楽になって。だから、酸素も売れるっちゃ売れるんですけど、場所によってはね。 うんまあ、とりあえず、商品作って売るっていう。あ、そうそうそう。鹿児島で言うならば、鹿児島空港にね、あの、鹿児島空港に火山灰売ってますからね。火山灰 <laughs>。火山灰売ってんの ?100 円、107円で売ってるんですけど、火山灰、ね、桜島行けば火山灰拾えると思うんですけど、火山灰売ってるみたいなね <laughs>。ハワイで石売るようなもんですよね。まあ、何なんでも売れるっちゃ売れれますよね。まあまあ、あのー、見せ方次第で。 お土産と。火山灰をお土産という形にすれば、あの、火山灰、ね、鹿児島に住んでる人は火山灰、まあ、今も、今日、今日桜島噴火したのかななんかニュースで載ってましたけど、まあ毎日噴火してるので、<laughs> そう、ね、車すぐ汚れるんですよ。うん。まあ、鹿児島に住んでる人は、旗迷惑。旗迷惑でかね、また車洗ったのにまた火山灰だ、みたいに言ってますけど、 もう切り口変えるとお土産になるっていうね、火山灰が <laughs>。面白いですね、クオさんね。お金稼ぎたいんだったら、まあ僕がおすすめするのは商品作れと。で、セールスしろと。まずこれをやると。で、1再生、1アクセス、1周一人の集客だったら、マジで普通に頑張れば、できないってことないんで。間違いなく。あとはそこに対してどう売っていくのかですよね。うん、商品作れる。どうやって作っていくのか。うん、どうやってセールスしていくのか。 集客に関しては本当ね、自力で僕はいけると思います。本当に。うん。まあ、誰もやんないんですけどね。誰もやんないんですけども、久保さんと僕レベルに動画アップして再生数ゼロってことはないですね。もうこれ完全に。も,もちろんですよ。もちろん同じキーワードで。同じキーワードで1万本、2万本は難しいですよ。だけど、しっかりそこはある程度考えながら、あのー、やっとけば、まあ、回りますよ。それは。 うん。あっていうね、タイトルキーワードで。あっていうタイトルキーワードで1万本アップしても難しいですけど。<laughs> ま、それは考えてください。それは <laughs>。それは考えてくださいって話で。うん。まあ、そんなに僕はね、集客に関しては、その数集めを求めなければ、まあ、やればなんとかできる。うん。でも、商品に関しては作らないとダメだし、売らないとダメだし、 うん作れって話ですうんまあみんなやらないんで結局稼げないんですけど、まあ僕はやりますけどね。はい、今日から18時から2日間でまた売りますから <laughs>、はい。でもね、毎回思うんですけど、まあ、商品販売の、商品販売する時の準備あるんですよね。細い準備。決済設定とか、セールスビデオ作ったりとか。 なんかそういう細いなんか、その、あるんですけど、それも慣れちゃえば、まあ一日あればね。まあできるんで全部。うん。だそれも慣れなかったら、あれですけど。だからその、なんだろうな。やればやるほど楽になるっていう。単純に。やればやるほどめちゃめちゃ楽になるっていうね。うん。だって一日で終わるんですよ。商品。あの、設定、作って。<laughs> ねそう。 うん、まあ、あとは、まあ、日々のね、フリーコンテンツ作っておけばいいので、だからまあ、久保さんとのやりとりがこれなかったらですよ。久保さんとのやりとりなかったら僕、本当に、まあ、1日の労働時間というか、今何、1時間ぐらい、2時間とか、2時間ぐらいか、まあ、動画はまあまあ撮っちゃうんで、動画1本に収めとけば、10分の動画1本に収めとけば、 もう7日10分の労働っすね <laughs> <laughs> うんまあそこはね、めあのやろうと前は目指せます。だけど、やらないから目指せないということですね。い <laughs> ってらっしゃい。